マスターオーバーライド装着。名前と階級を入力して起動。エリザベト・ソベック、アルファプライム。マスターオーバーライド起動。絶滅プロトコルを消去しました。ああ、ガイア、ごめんなさい。それで？話の続きを。あ、そうだったわね。確か、それで子供用の電子工具でオートバッテリーとソーラーテレビの配線をハックしたら草に火がついてね。そしたらそこに100歳くらいの松の木が立ってたんだけど、火がついちゃって。それはいくつの時？6つ。その時運よく母さんがいて消防車を呼んだわ。それでその後私を庭に呼んで、それで死んだ小鳥を見せたの。松の木に巣があったのね。どう感じましたか？わからない。ただどうでもいいって叫んでいた。そしたら母さんが私の顔を手で包んで言ったの。なんと言ったのですか？どうでもよくないって。こう言ってた。エリザベト、世界を良くしないのなら頭が良くても意味がないのよ。その頭脳を死ではなくて生命に役立てなさいってね。よく母親の話をしますが、あなたには子供がいない。時間がなくて。それでよかったのよ。もし子供がいたとしたら、その子にどのような願いを？そうね、多分好奇心旺盛な心を願うわ。頑固で、しかも無鉄砲で、でも世界を愛する気持ちを持ってほしいわ。ほんの少し。とにかくこれで話は終わり。もう寝ましょう。
ゆっくり休んで、エリザベト。ありがとう。また明日ね。Thank you.
久しぶりだな。覚えているか。お前とは話したいことがたくさんある。まだ聞いてないこと。例えばお前の主人、お前を目覚めさせた者のこと。知識は、ね、素晴らしいものだと思わない。さあ、始めるとする。